ごきげんよう、リオロスです。それでは本日も金色のコルダ1やっていきましょう。はい、前回はやる曲も決まって、好感度上げ、親密度上げ、に全振りしたんですけども、みな微動だにせずどうしたもんかね。じゃあ寝ますか。微動だにせずはな、困っちゃうな。あと9日あるから、あと9日あれば間に合うだろう、さすがに。もう曲はもう決まってんだし、今回曲探ししないからね。屋上でなんかもらえるらしいが、そんなことは知らん、そんなことは知らん。みんながいます。でも土浦くんはいないか。土浦くん探したいんだよな。まあまあ、とりあえずはいっぱいいるってところでやっていこう。いっぱいいるってところだとまたイベントが始まる気がするんだよね。早速ゆのきくんいますね一人か一人か。ちょっと他の人のところで弾いてシャッフルさせて、あそこに二人いるね。そう、このゲーム一回曲弾けばみんなの位置がシャッフルされるから。よし、ここちょっと離れちゃったな。アモちゃん、アモちゃんからいいかアモちゃん別に好感度上げてもエンディングないだろうからな。よし、じゃあ弾いてくれ。ユーモレスクの C ですね。そろそろ完成する？まだか。64+9、まだまだだな。先は長いぜ。あんまり喜んでないな。20しかくれないし。僕の演奏はちょっとずつ認めてくれてるようなセリフを言ってたんだけどね、この間。よし、シャッフルされたな。下の方に集まってんな。よしよしよし。あ、ステッカー最初に会話するの忘れた。会話してプレゼントあげる作戦を忘れてた。今日は学校の外で練習会？熱心だね。僕は兄が次期宗家としての挨拶をする。そっか、そういう家柄なのか。挨拶をするのにお供してきたんだけど、もうそれも済んだから少しのんびりしようと思って散策していたんだ。ちょっと気疲れしてしまって、初めて会うご家族との会食は緊張するね。ほー、なんかプレゼントできそうな話かこれ。もっとも本当は兄の挨拶は口実で、どちらかというと僕たちの顔合わせかな。僕たち？先方のお嬢さんがちょうど君の一つ下で、僕とは釣り合いが取れるか。なんかお見合いも兼ねてる感じ。政略政略的なご結婚でございますか。僕はまだ早いと思うけど、祖母が乗り気でね。僕のすぐ上の姉は嫁いでるし。へー、やっぱそういう貴族みたいな家柄もそういうので苦労があるんだな。上の兄は子供がいるし、宗家を継ぐ下の兄もそんなにいるんだ。兄弟相手が決まっているし、妹は中学生だからまだ早いけど、結構いるな。ご年配の方はそういう心配りが早くて困るよね。はあ、わかるわかる僕のおばあちゃんもね、僕に向かって早く孫を見せてくれって言うけどね、僕孫なんだけどなっていうのがあったな。ユーモレスク聞いてください。あんまり喜んでないな。他のモブの子は喜んでるのにな。笑顔。ユヌキの親密度上昇値が50。これはユヌキ君に聞かせまくればいいんじゃない。結構いいんじゃない。 50% 上がるって普段より。それでかい。清水くん、これ清水くんが弾いてるところで弾けないんだよね。やっぱり近くで他の人が演奏してるため解釈練習はできません。そうだよね。日記？なぜそんなことを聞くんだ。その話になったか。いや、金谷に行ってくださいよ。プライベートだ、答える必要はない。まあ君はそう言うよね。レン君はそう言うよね。金沢先生にもそう伝えてくれ。失礼。ちゃんと金沢先生のお仕事ですよって伝えてくれたか。よかったよかった。で、ケイチ君は日記ですか？毎日寝る前に書くあれですか？あれですね。つけてないです。それじゃあ話が短い。もっと発展しよう、発展しよう。入ってる入ってる。なんか広くなってきたね。なんか実力ついてきた感あるよ。
魔法のバイオリンがお亡くなりになってから、めっきり小さくなってしまった僕の輪ですけども、だいぶでかくなったな。じゃあ行きますか。あ、ケイチ君は結構喜んでるよこれ。結構輪でかくよ。60、いいね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 。月森君ももうちょっと素直になりなよ。89、いいね、上がってきたね。ほら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 、努力の結果が少しずつ見えてきたようだな。そうでしょ、そうでしょ。あ、なんかたまには一緒に弾く、一緒に弾けるもんあんね。どれだ。なんかいっぱいありすぎてわからん。まあバイオリンだから僕が弾けるなら多分月森くんも弾けるってことだよね。夢の後に、夢の後に私弾けんの、なんか修正が足らないんじゃないの。黄色のコルダ弾いとく、黄色のコルダ私パーフェクトだ。あ、でもこれトランペットだ。え、月森くんも弾いてくれるのかな。このよくわからない下の女子と一緒に弾くことにならない。ちょっと怖いからやめとこう。よし、じゃあ次、もうここにいる人たちには聞かせたかな。アモンちゃん以外、アモンちゃんの好感度上げてもな。ああ、ヒーロー先輩いますね。あ、リオちゃん、俺さ携帯を買おうと思ってるんだ。まだ機種とかは決めてないんだけどさ、やっぱ自分の電話欲しいじゃない。あ、まだそんなに広がってない時代、携帯って。あれ、そんな前だっけ。あれ、携帯ってどんなもんだ。ストラップとかジャラジャラつけたいんだよね。どんなのつけようかな。それとも日原先輩がちょっと、そういうのもただ持ってない人だったのかな。ファーターストラップ、ファーターストラップ。こんなのしかないですけど、すいません、ちょっと今こんなのしかないですけど、ファーターストラップでいいですかね、日原先輩。あ、かわいい、ファーターのストラップか。あ、やっぱファーターとかは見えるんだね、日原先輩には。すごいレアっぽいね。まあ、ファータの貴重なお店でしか売ってないからな。え、もらっていいの？本当に？ありがとう。すっごく嬉しいよ。コンクール参加者って感じがする。まあ確かにな。ファータが決めてるらしいからな、コンクールの参加者。あ、でももらっちゃってもいいの？君の分は？もういいよいいよ。もうなんかいろんなもん持ち歩いてるから私。君は優しいな。あったかい気持ちになるよ。本当にありがとう。おー、いいぞ。その思い出を本番で出してくれ。これで日原先輩のトランペットの入れ物にはトランペットのキーホルダーがついてて、携帯にはファータのキーホルダーがついてて、いいね。よし、じゃあ他の人探しに行こう。森の広場あたり、とりあえず人がいそうなところ。ちょっと普通科のレベル上げを。あ、一人いますね。ここにいるの？あ、いた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 。あ、ピアノスト。コンクールってのは普通予選で振るい落として本戦まで人数を絞り込むが、あ、まあそうだね。このコンクール確かに特殊だよね。このコンクールは特殊だよな。最初から人数少なくて総合成績で順位が決まる。なんか一見盛り上がりそうで、もう絶対ひっくり返せない子とか。悲しいけどね。総合成績で順位が決まる、要は最終的に誰がトップかってことなんだよな。実際僕もトップ確定してるからな。盛り上がり的には欠けるよね。このやり方、勝てない勝負はしたくないぜ。いや、もう勝てないから。ごめんな。どうせなら優勝狙わないとな。ああ、まあ、頑張ってくれたまえ。プレゼントの話じゃない？ないか。じゃあ引いてくか。はい、だいぶ進化したユーモレスク。土浦君には毎日聞かせてるから。あ、昨日聞かせられなかったんだっけ、話で終わっちゃったんだっけ。どうすか、60か。ブラボーブラボー。はい、音楽傾向を表現できるようになりました。練習の成果をお披露目中ってとこか。頑張ってるじゃないか。ま、お前と俺じゃ音の印象も違うしな。その点気楽に聞いてられるぜ。あ、今度の解釈はちょっといい感じ。前お前の解釈わからんって言われたからな。あれ結構ショックだったんだよね。お前の解釈わからんわって。さあどうする、もう土浦くん狙いで土浦くんにひたすら聞かせるってのもありか。どうなんだこれ。もう一回ぐらい言っとこうか。もう一回ぐらい、はい、これでパーフェクトになるしね。おー、どうですか土浦くん、これもう完全にあなたのためだけに弾いてますよ。他にいないですからね。
あなた一人だけのための演奏ですよ。そこんとこちょっとブラボーにおまけしてくんないかな。してくんない。あーでも15時台は親密度アップ。あ、15時台は親密度アップを土浦君一人のために使った。まあ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 、ありだろありだろ。むしろそのための、うん、あれだよ、能力だよ。よし、あとは誰が、エントランスとか狭いから結構いるんじゃない。どうかな、今回は親密度上げにもう全部を注ぎ込む。あと駅前通りか。あと師匠も、そうだ、今日まだ師匠も見つけてないね。師匠とも仲良くし、あーいっぱいいるいっぱいいる。よしよし、まずこっちから。ここは広いんだよな、歩いてるのに時間が経ってしまう。ああ、金やんか。物差しは良くない、結構痛いしさ、案外跡が残るんだよね。何を言ってるんだ何なんだ、誰かに叩かれたの。背中をかく道具、ああ手頃なものって言ったら資料室の物差しぐらいでさ。はあ、孫の手くん、あ、そうだ、持ってた持ってた、そんなの持ってた。持っています、金沢にあげますか。やったぜお、こりゃ便利そうなもんを持ってるじゃねえか。え、孫の手くんね、くれるってんなら遠慮よくいただくぜ。何、あなたグラサンとかすんの、休みの日に。先生、しかしさ、徳川、もらっといて言うのもなんだが、お前さん、じじくさいもん持ってるよな。すいませんね。まあ、いろんなもん持ち歩いてるんでしょうがないです。こういうのは裏若き女子高生が持ってるもんじゃないだろ、普通。俺がありがたく使ってやる。サンキューな。ああ、まあまあ、ありがたく使ってくれ。よし、ここでも一曲。ああ、もう終わるな。これで今日最後か、弾くのは。じゃあ、先生、評価お願いします。先生だよね。あ、いいよいいよ、もう完璧だね。はい、あ、80くれた。よし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 、いいぞいいぞ。1800たまった。今のもお前さんのユーモラスクらしくていいんじゃないか。お前さんらしいってのは俺にはよくわからないけどさ、まあ適当に頑張るよ。なんで言ったどういう意味で言ったんだよ。よくわかんないのにお前さんらしいって言われちゃった。え、もう弾けないよね。あ、まだいける、まだいける、まだいける。まだ誰かいたよね。まだ誰かいるよね。上誰？あ、師匠、おはようございます。もう夕方ですけど、おはようございます。あ、そうだ、徳川さん。君、物理とか数学得意？あ、まあ、得意の方です。あ、リアルの方ですけど。そっか。ダメだ、ダメだ。人を頼ったらいけないよね。うん、自分でやらないと。えへへ。忍師匠、まさかそっち系苦手ですか？いや、でも、大学生の物理と数学を高校2年生に聞くのはどうかと思いますけど。師匠、バイト先の先輩が最近妙に理論派になってしまって、弦の振動がどうとか変微分方程式がどうとか、俺にはさっぱりなんだ。すいません、僕にも分かりませんでした。それは理数系はどうも相性悪くて、知っているといいこともあるんだろうけどね。苦手意識を持っちゃダメだって思いはするんだけど、なかなか理解できないんだ。高校時代もっと真面目に数学とか勉強しとくんだったな。いや、そこは師匠、いつもみたいに楽しんでやれば楽しんでやれば、うん、きっと上手くなるよってね。その物理の世界もそれでいけるかわからんけど。あ、一緒に弾ける、一緒、あ、師匠と一緒に弾きたいけど、この左下の誰かと一緒に弾いてしまうかもしれない。でもユーモレスク弾けんな。ユーモレスクはさすがに師匠と弾いてくれんじゃない。あ、でも楽器にこれトランペットマークだから、あ、オーボエかこれ。違う人だな、違う人だな。で、これは、あ、これ一緒に弾いてくれるんじゃないの、夢の後に。師匠、よし。でも僕全く練習してないんで下手ですみません師匠やっぱたまにはね、人と合わせたいよね、こうやって。ありがとうございます師匠。10しかもらえませんけどありがとうございました。やったぜ。まだいける、まだ弾ける。あ、もうダメか。もうダメなら、会話もそうだけど、そうだ、一回ちょっとお店寄るの忘れてた。お店寄るの大事だからね。うん、もうとりあえず始まったら一回お店行ってから行くべきだったね。うん、
間違った間違った。まずは正門前。さっき言ったな、正門前。アイテム買うの忘れなきゃ。忘れなきゃじゃ、忘れないようにしなきゃ。壊れてる壊れてる。落ち着け。落ち着け。ビークール。よーし。妖精は全く探してないけど、頼むぞ。よく来たのだ。何が欲しいのだ。プレゼントまず全部買う。まずはプレゼント全部買う。で、どうしようかな。なんかレベル上げといた方がいいのかな、これ。うん。もう今更だけど。今更だけど、なんかアイテム、上達度？上達度？上げといた方がいいのかな。技術とか上がるもんなら上げといた方がいいのかな。まあもうお金の使い道もそうそうないし買っとくか。はい、お疲れ。よし、じゃあ最後にまた土浦君に話しに行ってでいいのかな。どこにいんだっけ。森か。森のピアニスト。最後に会話して時間を過ぎ去るのが一番いいんだが、そういうわけにはもういかんかな。もう一回話してるしな。あ、そうだよね。無駄話しないでって言われちゃうよね。言われちゃいますよね。あ、そっか。じゃあもう帰るか。うん。っていうか今、こいつ、なんかバイオリン?あれ?違う。なんかそのバイオリン前のと違うよねって言われたけど、よく見てない人のバイオリン。そんだけ注目されてんのか。はぁ。普通人が持ってるバイオリンとか。そんな気にしないよね。うん。それともこの学校の生徒は特殊なのかな。ちゃんとみんなが、うん、新しいのに変えたら、あいつ、うん、新調してやがるぜ、気合入ってんな、みたいなのチェックするのかな、音楽家って。うん、バイオリンロマンスね。まあ俺には関係ないや。いや、関係あるよ。よし、もう、じゃあ今日は帰ろう。休みの日は一緒に帰れないっぽいね。さあ、どうなった?これで。頼むよ。はい、はい、全く買ってなくない。え、困ったな。もう寝ます。はい、これでも変わんないか。いや、まあでもあと1週間あるから、まあさすがにね、さすがに。あ、ちょっとあれだね、数値の部分を見てみよう。数値の部分。はい、待ってました。お、今日は少しゆっくりのご登場じゃ、ご登場だな。こっちものんびり歩いてたが、あんまりゆっくりすぎると遅れるかもしれないぞ。行こうぜ。そう言って待っててくれたんでしょ、ジェントルメン。そう、投稿は積極的にしてくれるんだけどね。ね、先週頼んだ趣味の調査の件どうなった。今日まででお願いしてたけど、そんな話あったっけな。あれおかしいな。っていうか全員と話したかな。全員と話せてんじゃない、割と。ありがとう、みんなに聞いてくれたんだね。ああ、だよね、よかったよかった。なんとなく会話はできてたみたいだ。そっか、記事はダメだって人もいるのか。うん、どうしようかな。とりあえず記事 OK だった人の話から聞かせてくれない。あ、もちろんあんたの話も聞かせてよね。高いぞ、私の高いぞ。うんうん、なるほどね。ありがとう徳川さん、これで記事が開けるよ、助かった。あの報酬はないんですかね。報酬ないですか。で、エントランスにゆぬきくんがいるだけ分かってる。アイテム買いたいけど今お金ないから。順番逆だよな。うん、まあしょうがないしょうがない。エントランスいますね。じゃあゆぬき様、ゆぬき様、一緒に引きましょう。ごめんね、ため息なんてついてしまって。ほう、やっぱりあのお見合いの件がちょっと効いてるのかな。君を不快にさせるつもりはなかったんだけど、少し気落ちしてしまって。どうした。君は考えたことがある、自分の存在が他人を不快にさせるということは。いやな、それ私に聞きますか。しょっちゅう音楽家の人に叩かれてますけど。うん、下手すりゃ普通科の人にも叩かれてたもんね、アンコールの時とか。うん、人は時に残酷なまでに無神経な存在だ。なるべく気をつけてはいるけど、人を傷つけるのは辛いことだ。僕はいつも人に微笑んでほしい。
微笑んでいてほしい、特に女性にね。家が角をやってるからかな、美しいものには常に美しくあってほしいと思うんだ。はあ、マジっすか。じゃあまあ聞いてくださいまあ入ってるからいいか。ユーモレスクも100になったから違うのでもいいのかな。ちょっとたまにはコルダーたまにはコルダーでもいいかな。たまにはコルダー弾いてみる。私の完璧なコルダー、まあ、全く、うん、キーワードは当てはまってないけど。ブラボー。あ、でもそっか、このキーワードが活躍する時間帯とか人がいる場合はこっちを弾いた方がいいっていうのもあるね。さすがにそこまで意識しなくてもいいかなガチガチに攻略するなら、うん、その方がいいんだろうけどね。そこまででもないしな、そんなに極めてるわけじゃないしな、ここまでのプレイで。なんだったっけ、黄色のコルダの解釈 B だっけ。これだよね、こういうのを親密度、あ、だ木曜日だったら黄色のコルダ引こうとかっていう、まあそのぐらいならありだよね。ただこのアモちゃんの親密度とかさ、あ、でも金曜日は親密度上昇値が 60%、 あ、これは使えるんじゃない。うん、あ、土浦くん、そうだ、モンドがあった、あ、そうだそうだ、あ、でもこれ BP だからあんま関係ないな。そう、好感度上げたいんだよ、好感度。あれ、そうか、猫の BP 上昇値上げてどうすんのこれ魔法。まああれだよね、木曜日と金曜日は親密度上がりやすいから、うん、いいね。ただあの何時は、15時は BP 上がりやすいとか、あの時間制はあんまり気にしてもしょうがないよねこれ、うん。で、ユーモレスクはどうなの。ユーモレスクのこれはどんな感じ。理論 CI 専攻の男子でしょ。ユノキの少々親密度上昇、あ、じゃあユノキ君にはこっちの方が良かったんだね、うん、失敗したな。ほらこの17時台とか、これはちょっと意識してやるの無理があるね。で、金曜日、あ、金曜日はこれ、はいどっちにしろアモーちゃんは上がりまくると。オッケーオッケー。じゃあ水木はコルダの方で。水木はコルダだよね。うん、木金だっけ。あ、木、まあ、じゃあ木だけはこ金色で。金曜日はユーモレスク。え、ちなみに今日何曜日？月曜日。飛ぶ先だな。忘れてそう。絶対忘れてそう、それ。じゃあ湯野木先輩には聞かせたから次行きましょうか。といっても今日、どこに誰がいるか全然分かってないけどな、うん、感染スペース。そっか、そういうところまで極めようと思えばできるのかこのゲーム。いや、奥が深いな。おはよう。君か、俺に何か。お、セリフがあるぞ。用があるのは私。うわー、邪魔するよ。いやいや、邪魔するな今回は月森くん自身のことをインタビューしたくてさ。いやいやいや、時間もらえないかな。あんたメンタル強いな私が散々断られたよって言ってるはずなのにね、うん、ほら。え、インタビューの内容も聞かずいきなりそれ。だから、そう、プライベートに迫られるのが嫌なんだって、うん、彼は。そんなこと言わずに。うわ、よろしくお願いしますよこの通り。うわ、すっぽんのアモーだっけ。今回聞きたいのは月森くんの音楽環境。うわ、問答無用で始めてるこの人ガン虫決め込んでる。月森くんの家は音楽一家なんだよね。それも皆さん一流で。すごいな、もうちゃん。お父さんが楽器会社の社長、昔はバイオリン奏者で音楽を務めたこともある。ああ、いや、ありがとう、なんか私に説明してくれてるようだ。お母さんは海外を中心に活動しているピアニスト。へえ。去年国内でコンサートを開催。おー、すごいな。でで、止めた方がいいよな、これ。止める止める。やだ、何よ、やめろって。嫌がってるじゃない天才バイオリニストがこの世に生まれ入れた素地っていう記事を書こうと思って。いや、記事書くのは自由だけどさ、本人のなんていうか意思も汲んであげて、うん。月森くんは有名だから記事のニーズがあるんだよ。あー、で、それ月森くんにはなんかメリットがあるんですかね。じゃあ、お、すごいなこの子。おいおすごいな。お父さ
さんのご両親は指揮者とピアニスト。すごいなこの子、それでも続けるんだ。違う。え、お誤った情報で、あ、ちゃんと話は聞いてた。母方の祖父が指揮者、祖母がピアニスト、はい、はい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 、父方の祖母がバイオリニスト。いや、にしてもすごい一家だな。もうみんな何かしら音楽関係なんだね、やっぱり。それに自分で調べてるじゃないか。俺が何を答える必要か。うん、まあ確かに。本人からのコメントを取る前に調べてくるのは取材の基本だからさ。ああ。俺の家族のことを聞きたいな。家族に。直接取材を申し込む。一流の音楽家に対して俺がコメントするべきことは何もない。はあ。一流の音楽家、あー、家族のことか。うわ、なんか冷たい。そりゃな、浴びせられた感じ。そりゃな、として取り尽くしまない。そりゃな、それは仕方ないだろ。嫌だって言ってんのにそこまでね突っ込んだら、そりゃ水浴びせられるでしょ。ない、ないな。先方を間違えたかな。いやいやいや、記事は別のものにするよ。すごいなこの子。時間取らせてごめんね。はあ、今度はもっといい題材でインタビューが来るよ。どうなの？この手のインタビューもううんざりしているんだ。だ二度と来ないだよね。あれ、私がかばったことには何もないっすか？ないっすか？何か悪いが気の利いた会話に期待しないでくれ。いや、すごいな、この状況でよくアンコールとかで一緒にお出かけとかしてたな、あのアモーちゃんも含めて。うん、こっから仲良くなれんのか。まあとりあえず僕の曲を聴いてください。いや、アモーちゃんのあのハートの心臓はすごいな。まあ、ああいうことができなきゃ記者っていうのは務まらんのかね。うん、僕には無理だわ。うん、はい、どうすか。あ、60まで上がった。まだまだ厳しいね。はい、あ、感想はもうないか、さすがに。じゃあここはもういないから次行きましょう。いや、にしてもすごかったな。うん、あれよく30分で済んだな。森の広場、誰かいますか？ん？ああ、2人いる。あ、カナヤンですね。わ、なんだよ、サボってるんじゃないぞ。校内を巡察してるんだ。ここにいるのは他の先生には内緒だぞ。バレると仕事が降ってくる。サボってるんじゃないか。いいか、俺は森の広場が常に平和に保たれているのか、はい、憂慮してるんだ。森の平和を俺が守るってやつか。生徒の心の平和を守るためにな。ああ、仕事で死んだ俺、ついでに俺の心の平安を大切にしないとだ。音楽室にいると熱心な奴が質問してきたり、準備室の楽譜を見せろってうるさいからさ。教師だって休み時間は必要だろ。ここならそうそう見つからないからな。だからついついここに逃げてしまうんだよな。うん。おっと、出現出現と。じゃあな。じゃあなじゃないよ。ちょっと聞いてくださいよ。ユーモレスク。し、はい。80、お、死が上がる。17時台は親密度アップ。カナヤン、カナヤンの親密度が上がりました。やっぱ意識できないよなあれは。で、あともう一人誰かな。あ、師匠おはようございます。楽しんでます。いいね、まず一言目が楽しんでる。さすが師匠です。コンクールだよ。あ、コンクールですか。前回のセレクションいい成績だったね。でしょ、もう優勝確定ですよ。君の健闘が嬉しいし、うん、頑張っている君を応援したくなる。あ、嬉しいです。その上で、うん、君が楽しんでいたらもっと嬉しい。はい、自分が楽しむのが一番だから。そうですね、あの出たしてとかめちゃくちゃ楽しんでますよ。同意します、もう 100% 同意。楽しんでいるなら何よりだよ、うん、きっとパータも嬉しいだろう。パータか、妖精が音楽の守り神だなんて、あ、なんだか素敵だよね。ファンタジーだな。勝ち負けとかじゃなくて、うん、ただ
音楽で楽しむこと、勝ち負けとかじゃなく、人を楽しませることも必要なんだ。すいません、あの第3セレクションまではかなり勝ち負けにこだわってやってました、うん、何かロマンスをほったらかしでした。君の役に立てたら、あ、だから師匠になってくださいよ。うん、俺がね、何かお手伝いできればって思って。ありがたや、神か。そのためにできることがあるなら、うん、惜しみたくないもんね。ありがとうございます。6時になりました。あああ、あ、一緒に帰れるじゃん。石原先輩、じゃあ一緒に帰りましょうよ。ごめん。まあ、あの、やめとくぜよりかはいいかな、断り方。今日は友達と遊びに行くんだ。また今度誘って。じゃあね。あの、やめとくぜ、結構心に来るからな。うん、やめとくぜ。はい。じゃあというわけで今日は、この辺で終わりたいと思います。清水戸どう、今回結構結構聞かせたと思うんだけど、変わらんね。でも470、あ、でも上がっては来てるね。うん、上がっては来てる。うん、頑張っていこう。まだ日はある。頑張っていきましょう。はい、それではご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう。チャオ。いやー、すっぽんのアモすごかったなー。